おはようございます。白斎です。さて、本日のお話は、些細なことで一憂しないというお話です。いつもと同じパターンの生活を送っていても、日々、嫌なことも楽しいこともあります。そのほとんどは、おそらく些細なことだと思います。大きな喜びや大きな悲しみが、連続して起こることは少ない。もしそうだったら、大変ですよね。しかし、心の方はというと、些細な苛立ちや不安に、いちいちつまずいてしまう。通勤電車の中で、人に足を踏まれた。学校や会社で、自分の陰口を聞いた。足を踏まれるのは不愉快なことであり、陰口を聞くのは、悲しく、辛いことです。しかし、それは自分の人生を揺るがすほどのことでしょうか。違うはずです。それを引きずって、感情を下向きにしていくのは、もったいない。思考は、もっと楽しいことを考えたり、面白いアイデアを考えたり、好きな人のことを考えたり、そういった、気持ちが明るくなることに使うべきです。嫌なことでも、真剣に考えなければならないことは別ですが、日々の些細なことなど、感情を使うほどのことでもありません。足を踏まれても、たまたまかもしれないし、こっちが何かしたわけでもないのに、わざとやってるなら、そんな哀れな人間は、相手にする価値はありません。陰口を叩いて時間を使っているなら、やらせておけばいい。陰口しか言えないような人間は、大したことのない人間なので、そんな人に時間や感情を使うのは、人生の無駄遣いです。同情の余地のないかわいそうな人は、放っておけばいい。考えていることは、感情に影響し、モチベーションにも影響します。モチベーションに影響するということは、日々のパフォーマンスにも影響する。小さな楽しさ、小さな幸せには、心から喜び、些細な不愉快は無視する。都合のいい考え方と思うかもしれませんが、焦点の違いです。どこを見るか、その結果が、その考え方になる。楽しいことを考えましょう。では、今日も素敵な一日を。